どうも、りょうた TV です。今日の動画はですね、コロナ対策、コロナウイルス対策のですね、緊急事態宣言が今、出されたということで、そういう状況にですね対しまして、どのように過ごしていくかっていうことをお話ししていきたいと思います。まず私が考えるには3つあります。まず1つはですね、家の中にある、ゴミっていうんですかね、部屋の模様替えをするなどして、とにかく家の中を快適にすることをやりましょうっていうのが1つですね。家の中にいる時間が多くなるので、その分家をですね、どう家の中でどう過ごすかってことを考えるのは普通だと思うんですが、日頃ですね結構こう片付けてなかったものを片付けたりとか、してとにかく部屋の中をすっきりさせて快適に過ごしましょうっていうのが一つです。そのこともあってですね、私はこの緊急事態宣言後、部屋にあるもの、いるものといらないものを分けて、いらないものは捨てるとか売るとかして、部屋の中のものを、できる限り少なくして必要なものだけに、生活の、ものを集約するというか、そういうことをやっております、はい。では2つ目ですね。2つ目はこの機会に料理を上手になろうということですね、はい。外出しなくなるということですので、とにかく外食もストップですよね。お店もやってないってこともあって行くことはないんですけども、じゃあこういった機会があったらその機会をチャンスと捉えて、料理をですね上手になろう、ね、新しい自分の、料理のレパートリーを作ろう、レシピを、元にこういったものも作ってみようって言ってですね、料理上手になるいい機会なんじゃないかというふうに思います。はい、です。これが2点目で、3点目ですね。3点目はですね、家の中でできる、適度な、ストレッチですとか、筋トレをしようっていうのが3つ目です。はい、家の中でですねできる、筋トレとしてはですね、プランクっていうのがあるんですけど、こういうふうに地面にですねついて足は伸ばした状態、これで筋トレになります。要は外に行くことが少なくはなったんですけれども、運動不足になるというか、気分転換がですね極端に減ったと思うんですよね。でその中でも、体調というかですね、体を動かさないことが増えたと思うんですよ。だから例えば軽い運動しようかなと思ったけど、外に出るのはちょっとまずいのかなってことになるんで家でやるじゃないですか。ということで家で手軽にできる筋トレとかをしようっていうのが3つ目です。でこれはすごいチャンスでして、普段外に出れるから、例えば運動もそうですし食事もそうですし、部屋のですねインテリアもそうですし、目を向けることはあったにしてもですね、外に出かけたりとかして、例えばインテリアを、ちょっとこう見直したりっていうかですね、インテリアをなんかこう部屋の模様替えをしたりとかっていうのは、やらなくても過ごせたっていうわけですけれども、外出しないっていうことになったので、じゃあ家の中でやれることをってなった時に、より家の中のですね、インテリアをこだわったりできると思うんですよ。私も今回ですね、テーブルを買ったりとか、あとインテリアの一つとして観葉植物を今まで置いてなかったんですよ。でも置くようになったりとかして、部屋の中がより快適になるにはっていうふうにやっぱり考えて行動したと。二つ目の料理ですね。ここはもう完全にレパートリーこそですね増やせてないんですけれども、料理すごいしてます。もう3食、外食することはほとんど、2食は家ですかね、
はい、まあ一食ぐらいはコンビニとかそういうのもありますけど、まあ、基本的には家で料理をしてっていうのをやってます。でまたそのことがですね楽しいっていう感じですかね。ですので自分としてはレパートリーをちょっと増やそうかなっていうのがあります。で3つ目のですね、軽い運動ストレッチをしよう。これはですね今まで例えばジムに行ってストレッチ筋トレをしていた、ジムに行って軽い運動をしていたっていう人もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、ジムが使えないということで、まあ今まではですねスポーツをするなら外でやるものだね、ジョギングをするとかジムに行くとかっていう形で外に行くものだっていうふうになっていたのが自分の中にこうまあ慣れ親しんだものだったわけなんですが、まあ、こういったこともあったんで外にもジムにも行かれない、じゃあ家の中でやるって、じゃあ逆に言うと考え方ですけれども、家の中でスポーツ、簡単なスポーツをするっていうことを習慣化するには絶好の機会なわけですよね。もう時間を決めてですね、例えば夜10時になったら軽い筋、ね、ストレッチと筋トレをするとか、はい、もう時間と場所、場所はもう決まったじゃないですか、家の中でできるから、家の中で行うということで、私はですね時間帯を決めてます。夜はですね10時になったらストレッチ筋トレを行うということをやってます。そのようにやること、やる時間、やる場所をですね固定させることによって習慣化していきますので、そうやって日頃の行動面がですね、今まではこう家か外かっていう選択だったけど、今は家だっていう選択にしかならないわけですから、それは逆にチャンスと捉えて家の中でできること、そして家の中でやることをですね習慣化していくことでですね、例えばジムに行くと、あ、外出しなしてやるってことじゃないですか。あ、でも外出するのめんどくさいなってなって習慣が、習慣化されにくい状態だったかと思うんですが、今後はですね家の中でやる、そして家の中で習慣化するっていうことができるようにこの数週間でなりますので、今までよりもですね習慣が身につきやすいということになると思います。ですので、皆さんもですね3つに限らずですね、ご自身の考える日頃の行動の中で家か外かでやってたものを家でやり、で家でやるものについては、時間をですねやることは決まってるし、家でやるってこと決まってるんで、あと時間をですね設定してこの時間になったら、やると。ただ最初の頃はですねなかなか習慣化しないので、やったらご褒美を与える、あとは、やるんですけどもそんなに負荷の高いものはやらない、まあ負荷は徐々に上げていけばいいよね、習慣は徐々に身についていくものだから最初の頃は、慣れないわけだから、最初の頃はやったことに対してこうなんかこうボーナスというかですね、やったことに対するこう、プラスの楽しいこと、例えば、夜10時になったら自分は筋トレをするっていうのを決めているわけなんですけども、筋トレをした時に、例えばそうですね筋トレの前でもいいと思うんですけれども、夕食は、美味しいものを食べようと決めて、夕食をだいたい7時ぐらいに食べるじゃないですか。で7時から8、9、10と3時間あるわけじゃないですか。でこの3時間を経て、10時になったらそういったストレッチや筋トレをする、でそのストレッチや筋トレをするってことになってるわけだから、その前には、何かご褒美ですね、自分があこれ食べたいなって思うものを夕食には必ず当てるとかですね、そうやって、続けやすくする、プラスのですね、もの、負荷はかけるわけじゃないですか。だから逆に、これは楽しみだなって思うことをやる、例えば、好きな、フルーツを一品つけるとか、好きな、何でしょうか、ものを何かで、用意するとか、それか夜食事7時にしたとして、そこから8、9、10とこの3時間の中で、好きな本を読む、好きな映画を見る、好きな、何か、動画を見るとかでもいいと思いますし、その3時間を、何かすごい楽しいものに当てるんだっていうふうにして、10時になったら筋トレストレッチをするっていうのを続けやすくするということがですね、続けやすい、習慣になると思いますので、ぜひ皆さんもそのように日頃の行動が外と中だった
ものについては家の中でやると。で、家の中でやるだけじゃなくて、それを習慣化させるために、プラスのご褒美だったり時間設定をするということで、続けるんだけれども楽しいっていうね、続けるけど楽しいっていう方向に、どんどん、状況をですね、変化させていってください。今日の動画はですね、今の緊急事態宣言のこの現在だからこその、これをですねプラスに捉えて、普段なかなかやれなかったことに取り組んでみよう、そしてその取り組んでみたことに対しては習慣化していこうっていうことをお伝えしていきたいということで、この動画を撮りました。ぜひ、このですね緊急事態宣言に対して、どうしていこうかって思っている方がいらっしゃれば、グッドボタンまたはチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また私の方でも今言った、一つ目は、習慣化するための、行動の一つでした、筋トレやストレッチという運動、あとは料理、あとは部屋ですね、部屋の中のインテリアを変えるっていうですね、で変わったところについてはですね、例えばインテリアでしたらこういう観葉植物が置きましたよとかね、そういった動画も上げていきたいと思います。でまた、料理はですね、こんな料理作りましたよっていう動画も上げていきたいと思います。あと筋トレストレッチはですね、体重がですね、これぐらい、落とせて適正体重になりましたよとか、まあ、今もすごい太ってるわけじゃないんですけれども、多少もうちょっと絞りたいなと思ってるんで、そういったことも、動画で上げていきたいと思います。またあの手軽にできるですねストレッチ、プランクっていうですね筋トレとかですね、そういったものも、発信していきたいと思います。皆さんも、同じようにですね、家の中でやれることをですね考えていることがいらっしゃいましたら、ぜひ一緒にやっていきましょう。また、シェアしていただいて、同じように考えている方にはぜひ集まっていただきたいなと思います。今年2020年、オリンピックはですね、延期になって来年以降になりましたけれども、まあいろいろ盛り上がる気持ちが収束して、ちょっとこうなんだろうな、ネガティブな感じになるようなですね要因もありますけど、まあそういった世間のですね状況っていうのはあるけれども、やっぱり自分の目標っていうものはですね、その世間の状況とは別にですね、自分の目標はしっかりと持ってね行動していくということです。自分がですね2020年年始に掲げた目標あると思うんですよね。それを必ずやりきると、それは、やりきるのを阻む要因っていうのがあります。それは世間に流されてしまうっていうこと、それは世間は必ず何かいろんな出来事事象っていうのがあります。ただそれと自分っていうのはちょっと遠ざかってるんだと、世間は知ることはあります。ただ自分は自分の、動きとして動いているんですという形で、そのうまくですね距離感を取りながら、ただ一切無視することもなく、知りながらですね、そこは上手に使いながら、自分は自分の、目標を淡々と行っていくと。トレンドにねやっぱり乗っかりすぎるっていうのは良くないんですよ。はい。ですので、自分のですね、タイミング、自分の、コンスタントに積み上げていく習慣をですねしっかりと確立させるいい機会として、ポジティブにですね捉えていっていただくっていうのがいいと思います。ぜひ、また動画で会いましょう。それではじゃんけんタイムいきたいと思います。最初はグーじゃんけんぽい、はい、ではまた会いましょう。バイ。